白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は日本経済史のまとめというテーマでやっていきたいと思います。はい、まず経済とは人間生活の基礎である財やサービスの生産分配消費の過程ということですね。で、経済の前提は全ての資源は希少なものであると。で、資源は希少だから無駄なく効率よく分配される必要がある。現在では市場に任せて結果論として効率的に分配されたとする市場経済が中心になっていますということですね。はい、で今回は戦後日本の経済成長の歴史9ということで、まあ、経済史を1回まとめたいと思います。はい、もう今回はこの1枚ということになるんですけれども、まあ、タイトルが戦後日本の実質経済成長率と物価上昇率の推移ということですよね。赤いグラフが成長率です。経済成長率で、青いグラフが物価上昇率ですね。はい、でまず赤いグラフと、を出来事と一緒に見ていきたいと思います。赤いグラフはですね、メモリが右のメモリです。メモリが右の、メモリになります。で、赤は、実質経済成長率ですね。で、そうすると、縦軸がですね、右の目盛りでいくと、縦軸が右の目盛りでいくと、一番下がマイナス 5%。で、赤が0ですね。で、5%、10%、15%、20% 成長っていうのが右の目盛りになってます。で、下は年号になりますけれども、1947年ですね。もう太平洋戦争が終わった1947年、まあ、いわゆる団塊世代の方々の時代ということになります。そこから一番右が2016年というメモリになっているということですね。はい、で出来事と経済成長率ですね。で、あとは青いグラフっていうのが、まあ物価上昇率ということになります。で、物価上昇率の方は、左側が、グラフになっていて、一番下がマイナス 10% ですね。で、一番上が70という数字が、ついてます。なんで70っていう数字がついてるかっていうと、まあ、戦争直後の、ね、インフレはハイパーインフレだったっていうことですよね。そのハイパーインフレがあったので、結果的には、ね、すごい、物価上昇率で、まあ、グラフのメモリも70というのがついていたりするということです。はい、そうするとまずは出来事ですね。1945年、財閥解体、ですね。そして1947年農地改革というのがあったということです。で、この頃っていうのはまず、ね、赤いグラフで言うと、まあね、経済成長率が 5% から一気に10数%までですね、跳ね上がっているということですよね。まあ、もしこれが出来事だっていうのであれば、農地改革とか、まあ、その、経済の民主化とか、まあ、そういったのが大きな影響があったということですよね。で、逆に青いグラフの物価で言えば、ね、最初 115% のインフレって書いてますよね。 115% のインフレ、まあ、だから太平洋戦争の頃とか、戦争が終わった直後っていうのはものすごい物価上昇率だったということですよね。まあ、仮に 115% ってことは、去年に比べて、ね、商品を買おうと思ったら2倍以上の値段にね、なってたということですよね。で、1年で倍の、物価になってたというような感じですよね。まあ、それが、74.5%、 1年で 1.74 倍の物価になってたみたいな、まあ、超ハイパーインフレ、の状態だったということですよね。で、それを、まあ、結果的にはもう急速に、まあ、物価上昇というのを抑えたということです。具体的には、まあ、ドッジラインというふうに呼ばれる、まあね、当時は、ね、日本は、GHQ ですよね。国内連合国軍最高司令官総司令部に占領されていて、ドッジラインというね、超緊縮財政っていうのを、まあね、もう当てはめられたということですよね。だからもうお金印刷しないと、ね、インフレっていうのは結局あるものに対してお金の量が多すぎるわけですよ。あるお金が、ね、多すぎて、まあ、希少価値がない、物の方に希少価値があるという状態で、まあ、ハイパーインフレが起きているわけなので、だから、まあ、GHQ がですね、指導して、結局ドッジラインで強制的に枠をはめて、超緊縮財政で、まあ、お金をね、じゃん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 印刷させるのをやめさせたということです。だからお金の、ね、まあ、価値っていうのを、まあ、戻したということですよね。お金をじゃん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 印刷すればするだけお金の希少価値が下がっちゃうんで、だから、まあ、その印刷っていうのを、まあ、止めて、お金の価値を、まあ、戻して、それで
ハイパーインフレを抑えたということですね。結局1950年の朝鮮戦争の時には、まあ、結局、ね、ハイパーインフレが収まって、まあ、むしろ一瞬とはいえ一時的とはいえ、まあ、デフレのところまで、青いグラフが下がってます。逆に赤いグラフで言うと、まあ、朝鮮戦争をきっかけに、まあ、成長が始まるということで、まあ、10% を超える、成長が始まるということですよね。でそこから、まあいろいろこう書いてあります。朝鮮特需、 IMF 加盟で GATT 加盟、ですね。で所得倍増計画ですよね。で OECD、加盟、 IMF 八条国へ移行ですね。で赤字国債発行、まあ、ここまでこういろいろことが1950年代から60年代というふうに書いてありますが、基本的にはこの50年代後半、ね、朝鮮戦争以降の、50年代から60年代ですよね。この20年に関してはもういわゆる高度経済成長ということで、まあ、赤いグラフですね。赤いグラフを見ると、まあ、年、ね、10% を超えるような、ね、経済成長っていうのを、まあ、続けてたということですよね。年平均 10% を超えるような複利の、ね、経済成長をして、まあ、実際1960年の、まあ、池田勇人内閣が出した所得倍増計画っていうのも、まあ、3年前倒しの7年で、実際は達成することができたということですよね。じゃあ今度は青いグラフを見ていくと、じゃあこの1950年代から、まあね、60年代っていうのはどうだったかっていうと、まあ、物価でいけばですね、で今度は左の目盛りということになりますけども、高い時は、まあ、インフレが、まあ、10% 前後、ということですよね。まあ、大体は、まあ、物価の場合は、0から10の間を、ね、インフレで推移してた、物価上昇で推移してたということですよね。なので、まあ、10% 年、赤いグラフで年 10% ぐらい経済成長しながら、まあ、年数パーセントのインフレというようなのが、まあ、起きてたっていうのが1950年代から60年代っていう感じ。感じですね。でそれが大きく変わったのが1973年の第一次石油危機ですよね。1973年の第一次石油危機、ここから赤いグラフがドーンと1回落ちて、ね、まあ、ゼロ以下の、まあ、マイナスまで、落ちているということですよね。だからこの石油危機っていうのはやっぱりすごい大きな、国全体にとってものすごく大きな、ものだったということが言えます。逆に、青いグラフですよね。青いグラフの物価上昇に関しては、まあ、1年で、ね、20% とか、インフレを起こしているわけですから、ね、だからまあ経済成長は、ね、マイナスになり、逆に、1年で物価が 20% 上昇したということになるので、やっぱこの第一次石油危機っていうのはものすごく大きかったということですよね。で経済学から言うと、まあ、結局これでケインズ経済学の大幅な見直しというのが行われるようになったということです。ケインズ経済学っていうのはもうね、政府っていうのの経済主体の役割っていうのをすごく大きく見ているわけですよね。民間の家計と、企業に任せているだけじゃなくて、政府っていうのをすごく大きな、ね、経済主体の一つというふうに考えて、政府の公共事業っていうのも、ケインズ経済学的には肯定的だったわけですけれども、まあ、ケインズ経済学の場合はどんどんね、コスト高になって物価が上昇しやすいというのがあって、実際第一次石油危機でですね、スタグフレーションですよね、不景気なのに物価上昇が起きるということを解決する理論っていうのが出せなかったということで、まあ、ケインズ経済学がですね、一回こう限界に達したというのが第一次石油危機だったということですよね。まあ、成長率と物価上昇で見るならば、まあ、経済成長率が一気にまあ、ね、マイナスまで落ち込み、逆に1年で物価が 20% も上昇したという、まあね、出来事が第一次石油危機だったということですよね。ここからは今度は日本っていうのは、ね、まあ、安定成長に入っていくということですよね。まあ、出来事で言えば1979年の第二次石油危機ですよね。まあ、この頃っていうのはもう逆にね、1回目の石油危機からするとだいぶ落ち着いている感じで、まあね、5% 前後、4% から 5% ぐらいの成長っていうのを日本は安定成長という形で続けていくことになるということですね。第二次石油危機、それからプラザ合意ですね、それから消費税の実施ですよね、っていう形で、まあ、この辺は 4% から 5% の赤い、グラフは安定成長しているということです。逆に青いグラフの物価に関しては、まあ、第一次石油危機の時はですね、20% 物価上昇ということですごく大きく上がって
がってますけれども、そこからはまあ落ち着いて下がっていって、まあ物価上昇率も数パーセント、だから 4.5% から 5% の経済成長をしながら、まあ数パーセントのインフレっていうので、まあ70年代80年代っていうのは進んでいったということですよね。でバブルっていうふうに言ったとしても、実際国全体として見れば経済成長率は正直そうでもなかったということが言えます。赤いグラフを見ていただくと、85年から91年のバブル崩壊までの、まあ、この頃ですよね、まあ、プラザ合意の後ですよね、プラザ合意の後の、まあ、いわゆるこう平成景気っていうふうに呼ばれている89年、90年、91年の頭1月までですよね、89、まあ、だから、ね、まあ、実質は89、90、っていうのが一番中心なんでしょうけれども、その頃って言っても実は赤いグラフを見ていただくと、まあ、年 4-5% の経済成長だったということですよね。だから、まあ、バブルっていうのは本当に土地と株っていうね、一部のところで起きたもので、国全体の経済成長を大きく引き上げたっていう感じではなかったということですよね。で物価上昇率に関しても実際は、ね、すごく落ち着いてますよね。青いグラフで見ていただくと、ね、別にその89年90年っていうところでガーンと石油危機のように上がっているわけではないので、基本的には経済成長も物価上昇も、まあ、はっきり言ったら、落ち着いてたということです。一部ね、ごく一部の、ね、土地もしくは株に関係してた人たちにとってのバブル、そしてバブル経済の崩壊だったということですよね。なので基本的にやっぱ国全体ですよね、こう人の生活、人の経済っていうことを考えた時に、全体に関わることっていうのは、まあ、第一次石油危機っていうのが、まあ、やっぱり一番大きかったということです。やっぱり人って全員が必ず満たしたいね、最低限の欲求、必要性と、まあ、ある一部の人だけが満たしたいっていう、いわゆるこう贅沢品っていうところと分かれると思うんですよね、まあ、日用生活品と、まあ、贅沢品と分かれた時に、最初はやっぱりね、食欲とかね、そうやっぱりこう食べるものを食べたいという食欲、これはもう日本人全員に関わるものなわけです。だから食っていう、例えば農業だとか、もしくは飲食だとか、ね、もしくはその小売りですよね、スーパーとかコンビニとか、ああいったものっていうのは国全体の経済に大きく影響を与えるわけです。で、だんだんね、いや、今度は食は満たされるようになりました。で、今度は安定の住環境っていうのも満たされるようになりましたってなると、まあ、それで結構満足する人たちっていうのも出てくるわけですよね。ね、自分はね、ご飯を1日3食食べるのに満足できるようになりました。そしてね、ちゃんと例えばマイホームならマイホームで安定した環境で生活できるようになりました。まあ、いわゆる衣食住みたいなのが、まあ、満たされると、まあ、それでも十分満足と、まあ、少なくても日常生活に関しては、十分満たされた満足だっていう、状態になるわけですよね。でそこからどれだけ贅沢したいかっていうのは結構個人差があって、ね、それ以上、贅沢したいってなれば、当然例えば収入を増やすとかね、会社だったら売上を上げるとか、っていうのが出てくるわけですけれども、ね、そうじゃないと、いや、まあ、別にいい食住がね、まあ便利で快適に満たされてれば、まあ、十分満足ですっていう人もいるわけです。でそういう人たちがすごく多いんで、だから、まあ、結局経済成長に関しても物価上昇に関しても、ね、その1980年代90年代以降っていうのは、まあ、はっきり言ってあんまり動かないという感じですよね。なんでかというと、日本人全員に関わることっていうのは、まあ、一番ピークっていうのは第一次石油危機だったということですよね。石油っていうのは結構生活にすごく大きな影響を与えてる、例えば電気とかね、電気っていうのは火力発電が中心だったりするんで、まあ、もしくは自動車のガソリンだとか、ね、船の重油だとか、飛行機のジェット油だとか、もしくはタイヤだとか薬品だとか、まあ、そういったものに石油っていうのは全部関わってたんで、だから人は日常生活をするっていう意味で石油っていうのはすごく大きい要素なわけですよね。なんですけれども、ね、もうこの89年90年のバブル平成景気ということに関して言えば、別に日常生活にを
満足するだけの人はあんまり関わってないということです。あくまでももっとこう贅沢したいっていう人たちが、まあ、土地とか株とかっていうのに、まあ、お金を集中させたことによって、まあ、そこの中ではすごいね、大きな物価上昇、いわゆる土地の物価上昇だとか株価の上昇っていうのがあったわけですけれども、経済全体1億2000万人の、ね、GDP 全体で見ると、まあ、結構安定成長であり、物価ね、物価上昇も安定してたということが言えると思います。でこのバブル崩壊した後に今度は赤いグラフですよね、っていうのを見ると、まあ、いわゆる低成長時代ということで、まあ、高くて、まあ、4% ぐらい、年によってはマイナス成長っていうのも何回も記録したということですよね。で今度は物価上昇の方はもう青いグラフっていうのは、まあ、はっきり言ったらバブル崩壊以降はほぼ寝てますよね。ずっと横に寝てます。つまりもうゼロ近辺を、ね、上げ下げしてるっていうことで、ほとんどまあビサということですよね。まあ、ちなみに載ってないんですけど、銀行の金利もこんな感じですよね。もう物価が、バブルが崩壊した後は物価上昇も、ね、ほとんどしない、そして金利もほとんどつかないと。で経済もあまり成長しない、むしろ年によってはマイナス、っていうことが起きるということですよね。まあ、そこでまあ、2008年のリーマンショックで1回マイナス、まあ、4% 以上の経済のマイナスになり、ということですよね。でそれをなんとかしようということで出てきたのが2012年の、まあ、アベノミクスという、ね、経済政策だったわけで、まあ、なんとか、ね、経済成長率を 2% ぐらいまで、まあ、戻しながら、まあ、物価上昇率も 2% っていうのを目標にしてましたけれども、まあ、物価上昇率はあまり、ね、まあ、はっきり言ったらそんなに変わらなかったということですよね。まあ、経済成長の方は、まあね、お金を異次元の金融緩和ということですごくお金を出したんで、だからまあ、ね、経済成長の方はマイナス成長からまた 2% ぐらいの成長にまあ戻したけれども、まあ、物価の方は正直あまり大きい、あれほど日本銀行が 大きな、お金をまあ、ね、出したにもかかわらず、まあ、あまり変わらなかったという感じです。でこうやってまあ1945年の太平洋戦争の終戦からですね、まあ2016年までをこうざーっと概観していくと、最初はやっぱり人がね、みんなが満たしたいっていう衣食住っていうのに関わっていたものが大きかったということですよね。でそれでまあ製造業建設業ということで、ね、そこまでは、ね、日本国全体の、ね、経済成長っていうのもすごく大きな、ね、例えば年 10% の経済成長とか、っていうので大きな影響があり、で物価に関しても、ね、上がるときはまあ物価が1年で 10% も上がったりとか、石油危機に関しては 20% 上がったりとかっていうことが起きていたわけです、ね、それがまあ第一次石油危機の頃以降っていうのは、まあ、はっきり言ったらもうね、ある程度日本人っていうのは結構もう、衣食住っていう生活に本当に必要な日用品っていうことに関してはかなりもう満たされていたので、そこからの経済成長っていうのは安定していた。そしてまあバブル崩壊によってもうね、ほとんど、ね、横倍ですよね。まあ、物価上昇に関してはほぼ横ばい。で経済成長に関しては上げ下げ上げ下げがある にしても、まあ、基本的には、まあ、2% いけばいいっていうぐらいの低成長の時代になっていたということです。でこれはもうね、政府の財政政策とか、日銀の金融政策とかっていうレベルではなくて、まあ、はっきり言って国全体がまあ、ね、生活に必要な日常生活品みたいなのは十分にまあ満たされることができた、まあ、豊かになった結果っていうことも言えるわけですよね。それでも満足する人たちも当然たくさんいるし、それ以上贅沢をしたいということであれば、やっぱり何らかね、例えば、まあ、自分で起業するとかビジネスするとか、もしくは株とか土地とかに関わるとか、ね、っていうような、まあ、投資ですよね、っていうのに関わるという、まあ、あとはその個人個別の動きということになります。でも個人個別の動きっていうのは国全体で見るとそんなに大きな影響がないということですよね。まあ、一番分かりやすいのはバブルだと思います。第一次石油危機とバブルっていうのが比べていただいたら、第一次石油危機はもう明らかに経済成長率がいきなりね、年 10% がマイナス2まで赤いグラフがドーンと落ちて、逆に物価がね、いきなり1年で 20% 上昇みたいな、いうふうに明らかに大きな影響が国全体として国民全体にありましたけれども、バブル崩壊に関しては、まあ、はっきり言って赤いグラフの落ち込み方、そして青いグラフの物価上昇に関しても比較的落ち着いてたということが言えるということですよね。でだんだんこれはね、その傾向はまあ正直続いていくと
ということですよね。なぜなら人の、ね、満たしたい欲求っていうのがかなりの部分で満たされて、まあ、日本はもうねかなり豊かになった成熟国家になっているという、まあ、そういう動き流れっていうのが見えてくるんじゃないかなというふうに思っています。はい、今回は以上になります。はい、ということで毎日更新の励みになっています。高評価並びに、チャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。株式投資で資産を10倍に、する方法など4大特典をプレゼントしています。メルマガ登録にてお受け取りいただければと思います。はい、今回の動画も最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。